トベの生配信で平野仕様と神宮寺ゆたが合流予定。期待高まるがメタタグの仕様に議論。ファンコミュニティは注目中。滝沢秀明氏のプロデュース会社、トベは7月7日午後7時から YouTube チャンネルで生配信を行う予定です。しかし、その生配信に驚きの要素があります。ニュースサイト、ニュースポストセブンによれば、 この生配信には、元キングピンス以下、キンプリの平野仕様と神宮寺ー太が合流する予定だと報じられました。この情報は、予告動画に映る二人のシルエットからも推測され、ファンの間では期待と興奮が高まっています。一方で、ファンたちの期待に続いて、興味深い出来事が起こりました。 ウニエ側が二人の合流を示す証拠を意図的に隠そうとしたと言われています。この記事では、平野氏使用と神宮寺雄太の飛べ合流についての情報と、その背後に隠された出来事について詳しく掘り下げていきます。飛べの生配信と平野氏使用、神宮寺雄太の合流。 戸部は、滝沢秀明氏がプロデュースするエンターテイメント会社であり、多くのアーティストを輩出してきました。7月7日の生配信は、その新たな展開を示唆しており、特に注目を浴びています。ニュースサイト、ニュースポストセブンの報道によれば、この生配信で、平野耀と神宮寺雄太が合流することが発表される予定です。 予告動画に登場する二人のシルエットからは、ほぼ確実に平野と神宮寺であることがわかります。そのため、多くのファンは二人の合流を確信しており、期待感が高まっています。滝沢秀明氏も TikTok だ。の生配信中に、サプライズ発表の瞬間をファンに楽しんでもらいたいとの気持ちを表明しており、合流の可能性は非常に高いと言えるでしょう。 キンプリのメタタグと謎の消去。しかし、合流が明らかになる前に、興味深い出来事が起こりました。戸辺の YouTube 動画に設定されたメタタグ、Web ページの情報を伝える HTML タグには、生配信の URL と共に、キンプリというワードが含まれていたことが判明しました。 この情報は一部のファンによって発見され、SNS で広く拡散され、話題になりました。キンプリとは長瀬角と高橋山の同盟であり現在もジャニーズ事務所で活動しているグループです。一部のキンプリのファンは、トベがキンプリのメタタグを使用していたことに不満を表明しました。 一方で、キンプリが二人体制になって以降に公式 YouTube 動画に使用されたメタタグには、平野紫洋と神宮寺勇太の名前が含まれていたことも発覚しました。これが、脱退メンバーのファンの中で、さらなる議論を巻き起こす要因となりました。ファンコミュニティの反応。飛べの生配信と二人の合流についての情報は、ファンコミュニティを賑わせています。 平野紫耀と神宮寺勇太のファンは、期待と興奮の声を上げていますが、同時に、トベが、キンプリのメタタグを使用していたことに対する不満も聞かれます。キンプリの二人体制ファンからはトベが脱退メンバーのメタタグを先に使用していたとの指摘もあり、ファンコミュニティ内で議論が続いています。平野紫耀と神宮寺勇太のトベ合流についての情報は、 ファンたちの期待を高めており、生配信の発表を待ち望んでいます。一方で、メタタグに関する出来事は、ファンコミュニティ内で議論を呼び起こし、一部の不満も表明されています。トベの今後の展開に注目が集まっており、生配信当日には多くのファンがその瞬間を楽しみにしていることでしょう。 平野市洋と神宮寺由太のファンにとっては新たな舞台での活躍が期待される一方、今後の動向にも注目が集まります。